朝鮮半島に近い対馬には対馬ヤマネコや対馬テンなど珍しい生き物が生息しています。ここ対馬野生生物保護センターでは絶滅危惧種に指定されている対馬ヤマネコの保護に取り組んでおり、一般公開もされています。さまざまな資料も展示されていますので、対馬にいらっしゃる際は必見です。アンゴルモア原稿合戦記第6話、この種の行く末、ご期待ください。